YouTube の皆さん、岡田博です。ようやくですね、王子湿原に到着しました。これから王子湿原をですね、探索しながらレポートしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。いやー、2、3年ぶりの福島県側からの大勢か。あー、広々としてる。いやー、最高だよこれ。あー、水芭蕉も咲いてんだ。あー、いいね。咲いてんだ、水芭蕉。あー、これはなかなかだな。いやー、これが大勢か。いやー、広々としていて。いやー、いかにも日本の大自然をこうやって十分に味わえていいところですね。で、下は牧道になっているんですよね。そう、大勢のハイキングコースって必ずこういう牧道になってるんですよね。いやー、すごいよ、ここ。これはね、もう、これはもうまさに、日本の大自然の宝庫であって、大自然の極意ですね。いや、水芭蕉咲いてるのがいいところですよね。いやー、だってこれもうね、山に囲まれた大自然。すげえな。あ、水芭蕉咲いてんだ。あー、水芭蕉。おー、咲いてるんだ。あー、いいね。そうですよね。こういうのもやっぱり、尾瀬らしい大自然ですよね。振り返るとこんな感じか。すげえや。いや、格好も泣いてていいですね。これはなかなかです。いやー、大自然に恵まれててなかなかですよ、これ。あ、尾瀬沼が少し見えてきましたね。もうちょっと近寄ってみるか。いや、野付半島とは違いますね。ここはもう山奥の大自然ですし、野付半島だったら海の上の湿原なんですよね。で、360度地平線も見られるんですけど、ここは地平線は味わえないですね。いやー、もう今日天気はこの通り、もう青く染まった絶好の天気ですからね。いやー、今年関東は梅雨入りがなんか遅れるって言うんですよね。いやー、すごいや。もう緑ばっかり溢れてますね。緑に囲まれた大自然ですよ。これが日本の原風景なんでしょうかね。日本の真実の原風景というところでしょうかね。いやー、いや、本当にこういう大自然って本当に、なんでしょうね、こう、マイナスイオンに恵まれてますよね。空気だっていいしさ。いや、水芭蕉も咲いてんじゃよかったね。いやー、これはハイキングとか山が好きな人におすすめしたいですね。そうですね、福島県側からの大勢って、一旦峠を越えて下ると、こういう湿原が見えてくるんですよね。いやー、この天気じゃ、多分日内ヶ岳も見、し、渋津さんとか、日内ヶ岳も多分見えるでしょう。
去年は群馬の大清水側から行ったけどな。あ、ここが小淵沢田代との分岐点なんですね。よし、じゃあ俺もここまで来たからにはちょっと大自然映しとっか。おお、これいいね。あー、水場所も咲いててすげえ。あー、いいね、水場所。おお、咲いてる咲いてる水場所。おー、いやー、あー、川の沢の色もすーごい綺麗ですね。澄んだ色してますよこれ。いやー、綺麗だなー。いやいや、絶好の天気だ。前曇りだったんだよな。この先が小淵沢田代方面か。もう360度大自然ですよね、ここ。地平線はまあないけど。いやー、いいところだよここ。いやー、この原風景ね、本当にね。お、水場所こんな目の前で。おー、すげー。あ、水場所いいね。あー、これ映しとこう。あー、いいね、水場所。いや、水場所まさに大勢に咲く花ですよね。いやー、すごいよここ本当に。いやー、すごいな。これ釧路湿原だったらもっとすごいだろうな。これ釧路湿原だったらもっと倍以上あると思うけど。いや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 、マジやばいよここ、うん。いやー、でもそうですよね。去年の2020年の6月頃でしたっけ、緊急事態宣言、緊急事態宣言の中、大勢来たことあるんですよね。あれは群馬県の大清水川から登ったんですよね。この時、ハイキング客、俺たちだけだったんですよね。でも誰も一人もいない大勢っていうのは、これはね、あれはもう人生で初だったんですよね。でも今日はちゃんと人も結構いますし、まあ対策はみんななんとかしてるんかなとは思うんですけどね。いやオゼ出現か。まあそうですよね。オゼってやっぱりこんなもんでしょうかね。いや、水場所も咲いてる。いやー、オゼか。果たして釧路湿原と大勢湿原ってどっちが人気なんですかね。ちょっとわかりませんけどね。ちょっとどなたか知ってる人いたら教えてほしいですね。大勢湿原とあと釧路湿原、どちらが大人気か知ってる人いたらちょっと教えてほしいですよね。
いやー、おお、湿原にポツンと立つ木、あーこれいいですね。いや、湿原にポツンと立っている木、これなかなかいいですよね。いやいやいや、いや、果たしてね、この自然に恵まれたこの大自然から無事に現実世界に戻ってこられるんでしょうかね。ちょっとわかんないけど、まあ天気がいい割にはね、雷が心配なんですよね。いつだったか前、どこの山行ったかはちょっとお察しますけど、朝の5時頃に山登ってちょうど中間地点に戻ってきた時に雷の音が察知したんですよね。ちょうど駐車場に戻ってきた頃、雨が少しずつ降り始めて次第にドカ雨になっちゃったんですよね。まあでもそうですよね、本当にね、山って標高高いし天気だって変わりやすいし、本当にな、雨降り、いつ何が起こるか分かりませんからね。そのためにもやっぱり事前に天気も事前に調べて、カッパとか上着とか薬とかもですよね、それ相応の装備しないと本当に危ないですからね。遠くに登山中に雨に見舞われたら低体温にも警戒ですよね。こういうのはやっぱり用心しとかないとダメなんですよね。いや、すごいよな、マジこれ。あ、そうこうしているうちに尾瀬沼見えてきましたね。ちょっと行けるだけ行ってみようか。ああ、もうちょっとで分岐点だ。いやー、格好がずっと泣きまくってますね。まあこれも自然の醍醐味ですね。ああ、尾瀬沼見えるな。ちょっと遠いけどね。ああ、いいね、これ。こういうサムネイルもいいか。はい、それではですね、ちょっと尺の都合でですね、次はですね、尾瀬沼をレポートしたいと思います。まあ、ちょっと尺の都合がありますので一旦カットして、福島県側の尾瀬湿原のレポートは終わりにしたいと思います。じゃあ一旦カットしたいと思います。それでは。